皆さん今日はですね、ココちゃんとコンビニで買い物をしてたんですけども、まさかのココちゃんがコンビニのものを勝手に食べちゃったんですよ。でも3歳ですから目を離してしまった私が悪いんですよね。コンビニのものを勝手に食べるとこれは犯罪なんですよ。ココちゃん、コンビニのものを勝手に食べちゃいけないって知らなかった？知らなかった。そうだよね、ココちゃんまだ3歳ですからね。くそー、結構ねスーパーとか一緒に行くときに試食コーナーとかがあって、まあそれで食べたりとかしちゃうんですけども、コンビニのものとかはね勝手に食べちゃいけない。でもこれは本当に私のせいでございます。ココちゃんごめんね、私が目離したばっかりに。そして私は逮捕されてしまいます。本当にすいませんでした。パトカーの音が聞こえてきました。ついに来たんですよ、警察の方が。どうも、シュンズ TV です。今日はですね、こちらのメンバーでディズニーオフィシャルホテルグランド日光東京ベイ舞浜ホテルに来ました。来たよ。ああ、とても快適な旅行だ。そうだろ、ビッグベビー。やったぜ、俺たちも来れた。ああ、そうだな、ダッキー。今日こちらのメンバーの理由は、質問コーナーで大活躍中のジャックルズとビッグベビーはもちろん、前回の動画で大活躍をしてくれましたダッキーとバニー、そして何かあった時のためにジェニーちゃんにも来てもらいました。そしてココちゃん、今日はコンビニでお買い物しよっか。コンビニにはお菓子とかおにぎりとかいろいろなものが売ってますからね。一人で。ココちゃん一人で？うん。ココちゃん一人でコンビニでお買い物はできない。行くな一人で。あ、もう全くこの時期は何でも一人でやりたがるんですよね。ココちゃん一人で。あ、そうだ、ジェニーちゃんのスクリーンロケーションで映してもらえればなんとか一人で行けるのかな。ちゃんとお買い物できる？できる。お金払わないとダメなんだよ。うん、なんだか本当に行けるのかな、心配だよ。大丈夫、俺たちも一緒についていくからさ。うん、行こうぜダッキー。ダッキーとバニーいい？3歳の子が一人でお買い物は本来できません。でもここには特殊な力を持ったジェニーちゃんがいます。スクリーンロケーションで後ろからずっと映像で追っかけてね、よろしく。大丈夫大丈夫、俺たちも一緒に行くからさ。うん、何も心配いらないぜ。はい、じゃあ今からこれでコンビニでお買い物してきてください。あー待って、お金っていうのは落とすとあれだからポケットにそのまま入れておくね。何かお昼ご飯も買ってきて。わかった？わかった。いやー、じゃあ心配だけど早速行ってもらいましょう。行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。いやー、ココちゃんが元気よく出て行きましたよ。後ろからジェニーちゃんがついて行ってくれて、そしてスクリーンロケーションの映像が早く届いてほしいんですけども、心配だなー。あー、よし行くよ、ダッキーとバニー。ジェニーちゃんついてこなくたっていいよ、僕たちだけで大丈夫だよね。ああ、そうだ、俺たちはいたずら好きだからな。ココちゃん早く逃げようぜ、ジェニーちゃんが来る。そうだね、早く行こっか。ああ、いやー、ちょっとさ、コンビニの場所ってどこかな。こっちかな。あれ、こっちはディズニーストアだ。まったく、コンビニどこにあるんだよ、ダッキーとバニーさ。おお、届いた届いた。ココちゃん早速お買い物に向かいましたね。でも大丈夫かな、コンビニの場所とかわかるのかな。おい、ココちゃん前見ろ前。あ、そうだ、コンビニみたいなやつ発見した。あ、本当だ、よかったよかった、ここがコンビニか。ちょっとさ、ドキドバに1000円分いろんなの買おうね。いや、お菓子いっぱいだな。1000円ってさ、これ100個ぐらい買えるのかな。ちょっとお金の計算って難しいけどさ、何個ぐらいお菓子買えるかな。あ、でもココちゃん、なんかお昼ご飯も買えって言ってたよな。あ、そうだ、お菓子ばっかりだと怒られちゃうかもしれないぜ。いやでもさ、美味しそうなのいっぱいあるしさ。おお、なんとかコンビニに着いたみたいですけども、ちょっと待ってください。ココちゃん、ちゃんとお金払えるかな。本当にいろいろと心配なことが多いんですけども、ココちゃん、あれ、ちょっと待って、ジェニーちゃんのスクリーンロケーションが、ココちゃん、あれ、ココちゃん、ちょっと待ってください。全然映像が届かなくなっちゃいましたよ。大丈夫なのかな、しっかりとお買い物ができたのか、マジで心配なんですけども。チャックルズ、ジェニーちゃんからのスクリーンロケーションが途絶えちゃいました。どうしたんだろう。ああ、何かトラブルに巻き込まれたんだろう。私もついていくとするか。タイマー帰ったよ。
ちょっと待ってください、ココちゃんが帰ってきましたよ。よろしくお願いします。タイマー。いやー、ココちゃん帰ってきましたよ。そして手には大きい袋を持っています。ちゃんと買い物できたの？マジで？いやー、愉快だったな。ああ、いっぱい買ってきたぜ。ちょっと心配なんですけども、袋の中見せて、袋の中。おー、本当だ、ちゃんとお昼ご飯も買うことができてますね。まずはパンでしょ、そしてお菓子のビスコ。うわー、偉いな、ココちゃん、ちゃんと買うことができて。あれ？ちょっと待ってください。これ中開いてるし、それにおにぎりがかじられてるんですけども、これ誰が食べたの？ココちゃん。ココちゃん、もしかしてコンビニのもの勝手に食べちゃったって。ちなみにお金はちゃんと払ったんだよね。お釣りとレシート的にちゃんとココちゃんは買い物ができてますよ。あ、そうだ、ジェニーちゃんスクリーンロケーションで。でも待って、ココちゃん、おにぎりこれコンビニの中で食べたでしょ。それは犯罪なんだよ。親として私の責任でございます。私が警察に逮捕されてしまいます。違うよ。違うの？いや、実はさ、ココちゃん途中でお腹空いたって言うからさ、ちゃんとフロント横にあるテーブルに座って。ああ、購入した後に食べたんだ。そうだったの、ココちゃん。うん。なんだ、びっくりした。私は焦りましたよ。逮捕されるかと思いました。これを見てる皆さん、コンビニのものはしっかりと購入した後に食べていい場所で食べなきゃいけないんですね。ココちゃん、じゃあしっかりお買い物できて偉かったね。うん。ということで、しっかりとココちゃんお買い物できたので、この後はお昼ご飯をみんなで食べたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。ああ、まさかのココちゃんが一人でお買い物ができた。とてもお利口だったな。チャックルズとビッグベビーに質問です。ウルトラマン AT を知ってますか？私たちはそれを知らないが、過去にウルトラマンの仲間たちはシュンズ TV の部屋に遊びに来てくれた。とても強い仲間たちだ。チャックルズとビッグベビーに質問です。ベンソンとジョンソンの質問コーナーをしてみてください。ああ、ベンソンとジョンソンも最高にいいコンビだ。うい、俺たちのがいいコンビだろ。ああ、そうだ、あいつらは永遠のライバルだ。まあまあ、ダッキーとバニー、みんな素敵ないいコンビだ。私たちもそうだろ。そうだよな、ビッグベビー。ああ、これを見てるみんな、どうか頼む。チャンネル登録と高評価をしてほしい。高評価の数だけ私の顔にメイクが増える。そして登録をしてくれれば、我々みんなに笑顔が増える。これからも素敵な笑顔でいようではないか、ビッグベビー。それじゃあ皆さん、また明日。